はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は北海道の保育士の正社員、15年目で、うちパート7年、50歳の方の給与明細です。最終学歴短大卒で、仕事内容は未就学時の保育。必要な資格やスキルが保育士資格と幼稚園共有免許状勤務時間が1日8から10時間で、残業終ある時は2時間くらい。収入が年収400万で、 えー、保育士になりたい家庭のアドバイスとしては子供との関わりはとっても楽しく自分自身も成長できます職員の人数などしっかりと体制が整っている職場でないといくら子供が可愛くても続きませんので職場選びは慎重にすることをおすすめしますで、えー、給与明細じゃなくて源泉徴収票ですねで、えー、年収が396万1828円で、えー、そこから控除引かれた額が ええー、今回は保育士15年目の方の給与明細でしたまあえー、50歳なんで35歳からまた保育士したって感じの方だと思うんですけど、えー、まあ年収400万近くあって保育士の中だとまありかしいい方なんじゃないかなっていう感じですでまあ残業が2時間とかってあったんですけどまあ本当に体制が整ってなかったところとかは まあ、えー、残業はなくても持ち帰りの仕事があったりとか、えー、まあ、本当に体制が整ってないところで働くと、えー、お金がもらえないところでの仕事が発生したりするので仕事選びは慎重だなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします